はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さん、ご飯にふりかけはかける派ですか、かけない派ですか？今回は代表的なふりかけの一つ、のりたまを使って熟成肉を作ります。のりたまの原材料を見ると美味しくなりそうな予感がプンプンします。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回使うのりたまです。このパッケージを見ると懐かしい気持ちになり、なんだかほっこりします。小さい頃に食べたり、子供がいるご家庭では使われている方も多いのではないでしょうか。逆にこれを食べたことない人を見つける方が難しいかもしれません。こののりたまは丸宮食品工業が1960年から販売している卵の顆粒と刻み海苔の組み合わせが特徴のふりかけです。ふりかけ業界売上ランキングでも圧倒的1位で、20年連続増収も記録している絶対王者です。大人になってあまりふりかけって食べることが少なくなりましたが、今まで長谷園の大人のふりかけや大森屋の緑黄色野菜ふりかけなども食べていたのを思い出しました。個人的に好きなふりかけは山磯のサルカニ合戦と三島食品のあかりです。そもそもふりかけっておかずなのでしょうか、調味料やスパイスなのでしょうか。海外ではジャパニーズシーズニングやふりかけとして通じたりするそうで、しっかりと地位を確立しているみたいです。ハワイでも最近はふりかけが人気みたいですね。のりたまの中身を見てみましょう。中身は煎りごま、卵加工品、砂糖、小麦粉、食塩、海苔、大豆、こしあん、サバ削り節、味噌、チキン、魚介、昆布、醤油などなど、今までの集大成はこののりたまじゃないかってくらいいろいろ入っています。その中でもこしあんが入っているのが気になりますよね。このこしあんは和菓子などで使われるあんこではなく、豆を粉末状にしたもので甘さはないそうですが、詳しくは企業秘密らしいです。このすでに完成されたのりたまを使うことによってバランスのいい熟成肉ができるはずです。ジャパニーズシーズニングドライエイジング、それでは早速やってみましょう。まずはいつものようにバットに網と布巾を乗せて、その上にお肉を乗せます。のりたまでコーティングしていきます。よくふりかけをご飯にかけるとき、親からかけすぎと注意されることがありましたが、今日はそんなこと気にせずに存分にやってやります。ご飯に対して少し多いくらいふりかけをかけるのが好きです。それにしても目がチカチカしますね。ということでコーティングが終わったので、冷蔵庫で1ヶ月熟成します。いやー、1ヶ月本当に早いです。1ヶ月前の動画なんだっけと確認したら、鳥貴族に言ってました。なんだか色濃くなった感じがします。ちょっとのりたまの裏の顔を見せたような雰囲気です。それではバットから取り出してカットして中身を見てみましょう。なかなか綺麗な赤ピンク色になっています。ちょっとしっとりとしていて水分がありそうです。周りをトリミングしていつものように焼いてみます。いろいろな調味料の旨味の集大成に期待できます。表面から水分がじゅわじゅわ、ハムを焼いている感じに近いかもしれません。カットして早速食べてみましょう。いただきます。今日はベルギービールのロシュフォール6を飲んでみます。これはトラピストビールといって、トラピスト会修道院のうち12箇所のみで称号を許可され醸造されているビールです。泡立ちはかなり良く、赤みがかった色をしています。バニラっぽい香りに、飲んだ後に舌全体に残るような麦芽の甘みがあります。日本でもそのうちお坊さんがお寺で醸造とか始めたら面白いですよね。もうあるなら飲んでみたいです。それではまずは何もしていないお肉です。これが基準となります。ランプ部分を使用しているため、元は柔らかく肉の旨味もありジューシーです。それではのりたま熟成肉食べてみます。食感はハムとレアのステーキとの間くらいで、味はちょっと塩気があります。のりたまの味はあまり感じません。一つ一つの素材の良さが肉に伝わりきっていない感じです。旨味はプラスされ、魚介や昆布のエキスが効いています。のりたまかと言われると、そこまでのりたまは感じません。のりたまは素直にご飯にかけて食べるのが正解かもしれません。パスタや焼きうどんにかけてもよく合います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。
のりたま熟成肉いかがでしたか？ふりかけ自体はいろいろな可能性がありそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。 Twitter、Insta、Facebook などでも塩やタレの販売の情報やお店の情報を発信しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。